中国で行われた18歳以下を対象の U18 サッカー試合は韓国代表が優勝した。優勝したことは名誉あることで、優勝の証としてトロフィーの贈呈が行われ、永遠に優勝としてトロフィーの形で残っていくものである。そしてトロフィーを励みとなり成長していくものであると思う。ところが、中国で行われたサッカーのユース大会で優勝した U18 韓国代表の選手が足でトロフィーを踏んで喜んでいる写真が公開された問題で、大会を主催した中国側は30日韓国チームの優勝を剥奪した。ちょっと考えられない行動をしてもので、優勝トロフィーを足で踏むなど苦労して戦い抜いた結果の優勝トロフィーをどうしてこのような行為をしたのかわからない。即中国の全国民にお詫びをしたが、今回の行為はあまりにもスポーツ精神に反することで、韓国側の振る舞いについて重大な侮辱行為だと批判した。すでに CFA はアジアサッカー連盟 AFC に対し、韓国選手の問題の行為について提訴していると明らかにしている。韓国の選手やスタッフは同日夜、滞在中のホテルで公に謝罪。今後の韓国に対する判断はどうするかいずれわかる。年に一度の同大会に今後は韓国を招待しないとほのめかした。U18 第2種男子について以下引用です。 U18 は18歳未満の選手で構成されるチーム。ただし高等学校在学中の選手に対してはこの年齢制限の適用除外となる。このことから一般に男子高校生年代のチームと認識される。第2種チームの競技会としては、高校のサッカー部が出場する全国高等学校サッカー選手権大会、インターハイ、地域クラブチームのユース組織による日本クラブユースサッカー選手権 U18 大会、 J リーグユース選手権大会、および全ての高校生年代のカテゴリーから出場可能。